整形公園、佐賀県多久市。この公園の中央に男の人の銅像があります。この銅像の男の人の名前は高取惟吉と言います。高取惟吉とはどんな人なのでしょうか。惟吉は1850年、多久市多久町西之原にあった鶴田家の三男として生まれました。長男明は後に明治政府の司法官や元老院議官となった人です。また佐賀藩校弘道館の教授であった草場廃仙は惟吉のおじさんでした。惟吉はお父さん鶴田仁に叱られてよく土蔵に入れられました。でもお父さんは気持ちの優しい惟吉は将来きっと立派な人になると信じていました。6歳になった鶴田惟吉は桃源商社に入学しました。桃源商社では身分に関係なく勉強や武芸を志す子供が学んでいました。これは身分差別の厳しかった江戸時代ではとても珍しく素晴らしいことでした。桃源商社には寄宿生が150人、通学生が120人くらいいました。惟吉はとても頑張り屋で誰にも負けないくらいに勉強しました。惟吉は9歳の時にお姉さんの嫁ぎ先であった高取家の養子として今の佐賀市に行き、高取惟吉になりました。お姉さんが亡くなったために高取家の跡継ぎになってほしいと言われたためです。宅のお父さんお母さんの元を離れ高取家に来た惟吉でしたが、ここでも一生懸命に勉学に励みました。宅勘一郎と共に勉強することは惟吉にとってとても楽しい時間でした。1867慶応3年に鍋島藩は長崎へ英学修行に若者36人を送ることを決めました。当時の長崎には出島という外国との貿易を許された場所がありました。
長崎は最新の外国の文化を学ぶことができる国際的なところだったのです。この時これよしは18歳でした。これよしは悩んでいました。昨年養父である高取大吉が亡くなり、家には母代わりとして可愛がってくれた病気の祖母がいたからです。長崎へ行きたい気持ちは誰よりも強かったこれよしでしたが、病気の祖母を残していくことが心の優しいこれよしにはどうしてもできなかったのです。翌年これよしの手厚い看病のもとで祖母は静かに亡くなりました。80歳でした。1870明治3年、これよしに思いがけないチャンスが巡ってきました。6月、これよしは宅勘一郎が昌平校に入寮するためにそのお供をして東京留学に行くことになったのです。東京ではまずは三社塾で英語をみっちり学び、翌年慶応義塾に転学しました。東京で学ぶチャンスを与えられたこれよしは、机のへりで胸が痛くなるくらい猛勉強しました。日本中から集まってきた秀才たちに、これよしは絶対に負けたくありませんでした。1872明治5年、春、これよしは新しく建てられた鉱山寮で石炭について本格的に学ぶことになりました。さて、ここで時代を少し戻ってみましょう。日本でも石炭を燃料として使っている場所があったのです。江戸時代に石炭を使っているところは少なかったのですが、今の長崎県にある高島では石炭を使っていたのです。将来、この島に作られる高島炭鉱で、これよしが初代の技師として働くことになるのです。